カモンマテリアル。マテリアルの高部ごろです。カモンイフラです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくベビーカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、準備が入りまして、2週目になりました。はい、私たち、すっかり疲れてます。はい、ドラゴン映画祭終わった直後にこれをね、実は収録しているという状態なので、はい、すいません、寝てたらごめんなさい、はい、それぐらい疲れてます、でも元気にいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、で今日は、12月9日でございます。はい、はいどの日なんでしょうか。はい、本日はマウスの誕生日。マウス、うん、マウス、あのチュー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 、違います。パソコンのマウス。ああ、おお、はいはいはい、マウスね。はい、1968年、昭和43年12月9日、アメリカの発明家で IT の父ダグラス・ハンゲルバードにより、うん、マウスやウィンドウ、ハイパーテキストなど、パーソナルコンピューター、インターネットの歴史の出発点ともなるデモンストレーション、ザ・デモが行われた日とされております。あ、なるほど、はい。ハイパーリンクってそんな時からあったよね。ねえ。ハイパーリンクで未だにあれ、あれで使われてるよ。あのエクセルとかで、エクセルとかで、あのほらシートをまたがってリンク貼ったりとか、そのハイパーリンクのシステムやから、うん、すごいですよ ね, ね。でマウスって、でもね、マウスって言葉ね、うん、あのまあこの時に作られた言葉やねんけど、うん、実は後であのもっと違う名前にしようっていう話が持ち上がったことがあるのよ、うんうんうん。でなんでかというと、例えばマウスをこう、マウスってなんでマウスっていうかっていうと、こういうね丸っこいというか、こういう形したやつに尻尾のように配線がついてるじゃないですか、うん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 。で今は、今でこそほらもうワイヤレスやけど、うん、はい、当時は配線が本体にくっついてたわけでしょ、うん。でなんかマウスの尻尾がネズミの尻尾みたいに見えるわけよ、はい、だからこれがマウスということで、マウスっていう名前になっててんけど、それがなんかちょっともうなんか子供じみてると。でそのマウスもこうカチッってやるのをクリックっていうか、うん、でクリックっていうのはあれは用字語というか、あの擬音語なんですよ。英語圏での擬音語だから俺らカチッって言うけど、向こうはクリッククリックっていう。だからなんかまるでその用事語を使わされてるみたいやからって言って大人が嫌がった、うん。ところがあのやっぱり IT 文化を使ってる人たちからするとクリックの方が分かりやすいし、うん、あのマウスの方が使いやすいから、うん、結局全く馴染まずに、うん、あのマウスとクリックがそのまま、うん、あのルールされていったっていうことですよね。ダブルクリックとかね、ワンクリックとか、そう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 、まあ、クリック課金とかねヒットするとね、一回でそうそうそう、そういうのもありますけども、はい、そういう経緯があったりするんですけどね、はい、そのマウスの誕生日、はい、はい、となっております。あともう一つ、はい、思想常駐、タンタカタンの日です。タンタカタン好きですよ、はい、はい、日付は豪州酒造のロングセラー商品である始祖焼酎タンタカタンの発売開始日の1992年、うん、平成4年12月9日から来ております。あ、そんな前からあったね。タンタカタンは北海道白ぬか町産の香り高い赤しそと大雪山系を望む旭川の清冽な水を使用した爽やかな風味で人気のしそ焼酎であります、うん、はい、はい、いや本当にね、うん、あの僕もうちの奥さんが特に好きやったりとかするんですけど、うん、焼酎好きなんで2人とも、うん、でタンタカタンはね買ってわざわざ家で買って飲んでたりとかしてましたね、はい、タンタカタンはね、うん、アイヌ語で、はい、カレー科の魚のことで、うん、タンタカってね、タンタカですね、はい、うん、タンタカのタンタカタンのラベルにはその魚のタンタカと、うん、タンタカの魚の、うん、シソの葉のイラストが書かれて、なんかちょっとシソの葉がなんかカレーっぽいもんね。そうそうそう、あ、うん、あ、そうか、ね、そうか、うんうんうん、書かれているそうです、はい、ラベルも注目して、はい、シソ焼酎は今日タンタカタンを、ね、だからほらあのだから芋か、うん、その麦か言うやんか、うんうん、で麦はすっきりしてて、うん、で芋はちょっと匂いがあるとか、うん、だから匂いきつめなのがダメで、うん、で あまりにも味がないのもダメな人はタンタカタンがいいのよ。
うん、俺なんかの場合はもう匂いも好きやから芋もいけるけど、うん、たまにはこういうすっきりしたのもいいよねって、でもちょっと匂いが、匂いというかまあ味わいがあると嬉しいよねっていう、うん、そういう感じ、うん、お酒は熱弁やもんねお酒も熱弁やあ、そうやそうやそうやな、お酒もや、はいはい、何でも熱弁、はい、熱弁です、はい、熱弁太郎です、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございます、ということで今日はですね、今日の今日プレゼンありかなしかなんですけども、また映画のね、まあインタビューをしたんですけど、はい、なんとですね今回ですね、ちょっと面白い企画で2週にまたがります、うん、で、インタビューしたのは、監督と、ヒロインを演じてる俳優さんなんだけどプロデューサーをやってるって、うん、でこのお二人にそれぞれ別々でインタビューしました、はい、で別々やから、うん、それぞれにそれぞれに対しての、うんうん、質問をしていただきました。おー面白いというのをちょっと、インタビューの中に混ぜながら、はい、ちょっとお聞きいただきたいなというふうに思ってます、うん、まず作品はあの映画、ホゾを噛む、ホゾを噛む、はい、ホゾを噛むという、ホゾを噛むってわかる、ホゾを噛む、ホゾって何、ホゾ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 って何、ホゾホゾって何、ホゾを噛むっていうのは寛容句なんですよね、うん、で要はその悔しがるみたいな、そんな意味の苦虫を噛むみたいな、まあ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 そんな感じです、そうそうそう、だからそういう意味の寛容句なんですけど、うん、そのホゾを噛むという、ホゾが、カタカナでホゾになってて、うん、を噛む、噛むは漢字かな、うんうん、という映画なんですね、うん、でじゃあどういう意味で使われているかとか、うん、どういう内容なのかみたいなのは、予告編とね、まあ、インタビューの中で、それぞれおっしゃっていただいてますので、うん、そちらの方でご覧いただければなと思うんですけど、うん、非常にこれね、お面白いというか特徴的な、ものすごい独特の世界観の映画なんですよ、作品なんですよ、はい、僕は面白かったです、うん、僕は面白かったです、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。ではいや、まず、第1週目はですね、うん、まあ、ヒロインを、担当されて、うん、かつプロデューサーもされている小沢真由さんという女優さんね、へのインタビューから始めたいと思います、うん、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。何か気づかない？ミツのことでさ、まだ知らないことってあるかな。それはそれなりにあるんじゃないの。今日カメラ買ったよね。何見るつもりで買ったの。今日何してたの。私誰？妻だよ、多分。ねえねえ、こんなことしておじさん一体何がしたいの？僕は妻のことが知りたいだけだよ。それではですね、今日は映画ホゾを噛むのですねヒロイン役でありプロデューサーも担当されてます小沢真由さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、それではですね、まずこのホゾを噛むという作品がどういう作品なのか、まあ、簡単にご説明いただいてよろしいでしょうか。お願いします。はい、この映画はある夫婦がいまして10年以上結婚して経っております。夫がある日仕事中に街で妻によく似た女性を見かけます。だけど妻がいつも着てる服ではない、あれは妻なんだろうかという思いから家に帰ってそれとなく聞いてみたら妻は一日外出してないと言うんです。そこからあれあれと夫が疑いを持ってなんと家に隠しカメラまで仕掛けまして妻を監視していくというお話になっております。
ね、そのあらすじだけ聞くとなんかもうサスペンスでも始まるのかなと思うような、始まり方だと思うんですけど、はい、私も見させていただきまして ありがとうございます。いやもうなんか独特の世界観なので、その世界観にも引き込まれた人は最後まで見なきっとしょうがなくなるあの話になってるかなと思うんですけども、はいはい、でただこの中で今回その、ヒロインの、まあ、女優さんなのでヒロインも演じられてるんですけども、なんとプロデューサーも担当されてるということなんですが、はい、まあ、どういう経緯でこのプロデューサーをされてる感じになるんでしょうか。そうですね、私はもともと別の作品でもプロデュースをしてるんですけど、まあ、今回長編に挑戦したいなって思いと、あとあの文化庁の AFF2 という助成金があの降りるっていうことで、それに申請すればまあ助成金もらえるってこともあったので、まあ、頑張って挑戦してみようかなっていう時に、過去にご一緒したことのあった高橋英一監督とだったらなんか面白い映画になるんじゃないかなっていう思いがあって、私がプロデューサーをやるので高橋監督監督をやって一緒に何か映画作りませんかって声をかけて、あのホゾを噛むという企画がスタートしました。なるほど、そういうことだったんですね。だからもともとプロデューサーとして作りたいということで、その作るにあたって、まあ、高橋監督指名されたという形だと思うんですけど、あの今回ですね、あの実はなんと2週にわたってこのホゾを噛むのインタビューをさせていただくということで、 ありがとうございます。あの小沢さん今週なんですけど来週監督なんですよね。でちょっと面白い、まあ、今までやったことないやつなので、ちょっと面白い企画を考えてですね、それぞれに質問していただこうというのをちょっと入れちゃってるんですけど、監督からですね、はい、小沢さんに2つ質問があるんです、はい、まあ、とりあえず1つだけ今ちょうどあの監督選んだということが出てきたので、はい、1つ目の質問だけちょっと先にさせていただきたいなと思うんですけど、はい、監督の第一印象はどうだったんでしょうかということですね。はあ、第一印象ですか。第一印象ってなると2020年とかだと思うんですけど、高橋監督の奥様がスタイリストをされていて、私その奥様と2017年とかに一緒にお仕事をしてるんですよね。その時に、私の夫が小沢さんが出てる少女っていう映画がもうすごく好きでっていう話を聞いてたんです。だけど夫が高橋監督ってそこまでは聞いてないので、スタイリストさんの旦那さんが私の映画が好きなんだなっていうのだけなんとなく頭の隅に残っていて、はい、それでその高橋監督と初めてお会いした時に、うん、実は僕の妻が何年か前に小沢さんとご一緒させていただいてみたいな、で、はいはい、僕小沢さん のデビュー作の少女がすごい好きでっていう話されて、そこでなんかつながって、うん、だからあの時スタイリストさんから聞いた旦那さんっていうのが高橋さんなんだっていう、うん、なんかそういう印象です。はい、背がすごい高いって思いました。あ、背高いんや。背高いんですよ。はい、じゃあちょっと、インタビューの時に背高いんですねって言っておきます。そうです、背高い、はい、なるほど、まあ、そういう経緯だったんですね。だからね、そうです、そうです、なんとなく、ね、昔なんとなく縁は合ってないところでも縁はしてたかなっていうのがありました、はいはいはい、で今回、まあ、監督していただいてということなんですが、本当にね独特の世界観で、セリフ回しも本当に独特で、背景は現代なんですよ。明らかに現代なんだけど、喋り口調がもう全然現代っぽくないなみたいな独特の雰囲気を醸し出してる。しかもずっとモノクロっていう形なので、まあその辺で言ってもこの作品かなり際立って他の作品との違いを出してるなって、エッジ効いてるなってすごい思いながら見てたんですけど、でこの作品の中でね、はい、このヒロイン役ですよ、このヒロイン役が実はそんなに動きないんだけど、でも常に存在感があり続けるっていう存在なんですけども、これに取り組まれるにあたっては小沢さんとしてはどんな感じで取り組まれたのかなっていうのすごい聞きたかったんですけど。そうですね、この夫が干渉してしまう妻ミツっていう女性なんですけど、まあ、ミツという女性はとにかく自由な人っていうのをもう心のど真ん中に置いて、夫は自分の意思でこう監視を始めるんですけど、それによって自分自身ががんじがらめになっていくんです、夫はね。夫はだけどそれとはもう正反対に、妻は監視されてる側なのにいつだって自由で誰にも縛られてなくって、全て自分の意思で
決めて生活を楽しんで自分の人生を楽しんでるような女性なんですよね。だからなんかその自由さっていうのを芯に置いて演じました。だからご主人の、まあ、主人公とのその会話の時もそうなんですけど、あの常に自然体なんですよね、うんうんうん、であの監視されてる時も自然体とか、まあまあ、あの誰もいないところで一人で、ね、動いてるから、まあ、当然自然体なんですけどでもこのなんだろう、その不思議な構造があるんですよね。主人公のはじめがいて、そのはじめがずっとあのヒロインを見続けてるわけなんですよ。はい、すごい男性からというか、その、主人公のはじめから三つへの愛情をずっと僕らは見せ続けられてるっていうことなんですよね。あ、はい。で、まあ、僕なんかはあの監督やりながらプロデューサーもやってる人なんで、プロデューサーの仕事ってすごい大変やなって、はい、それはよく知ってるつもりなんですけど、役者やりながらプロデューサーってえぐいよなって思うんですけど、うん、はい、はい、あの今回に関してはどうだったんですか？あ、そうですね、あの前作の夜のスカートという時はプロデューサーやって主演もあの、ね、やっていたので、もうこれは本当に大変だっていうのを嫌というほど思いまして、で、はい、次はあの主演はまずやめようと思って、はい、で細尾カムの映画を高橋監督とこう内容を詰めていく間も途中まで私が出演するっていうのはなくって、はいはい、だけどやっぱりちょっと俳優なんでちょっと俳優の血が騒いじゃって出たくなっちゃう、うん出たくなっちゃうじゃないですか。だから、はい、あの監督になんかちょっと私出られる役あったらあの出してもらっていいですかみたいのをあの言ったら、あの、はい、僕としてはこのヒロインのミツっていう役を小沢さんがやってくれたらいいのになってずっと思ってるので、小沢さんさえあのやるっていうんだったらあのやってほしいですって言ってくださったので、あのヒロイン役をあのやらせてもらったんですね。けどやっぱりプロデューサーの仕事をやりながら、はい、あのお芝居をするってすごい大変だから、うん、監督にお願いして、ちょっとあんまり、はい、あのもう神経をもう本当に尖らせて、はい、こうならないとできないような芝居はちょっと脚本上入れないでほしいみたいなのをお願いして、それで高橋さんが、はいはい、あんまりハードな芝居がないような脚本にしてくださったっていう、なんかそういう経緯があります。なるほど。いやもうそれはねマストですよ、本当にプロデューサーやりながらねあのすんごいその神経使うあのような、演技ってなかなかできないって本当思います、はい、だから、うん、主演やられた時のやつは本当大変だろうなと思いますよ、本当に。そうなんです。だからちょっと大変なお芝居は全部、うん、あの主演の峰尾翔さんに、はい、頑張ってもらってめちゃめちゃ頑張ってましたよね今回ね。はい、そうです、ね、あの全部背負ってもらって、本当にそうですよね、あらゆるものを一人で背負ってらっしゃるから、はい、そうなんです、はい、はいはい。いやでもそれがその構造がねすごく面白かったです、まあ、その独特の世界観っていうところもあるんだけど、奥さんをずっと見続ける旦那を僕らが見てるっていうね、うんうん、いう、そうです、この、あの見てる見てる見てるのその構造なんですよ、はい、で唯一あの一人だけ自由にしてるのが奥さんなんですよ、うん、そうですね、そうなんですよね。だからこれがねうまく作用してる作品だなってすごく思いましたので、はい、うんうん、ぜひいろんな方に見てほしいなと思うんですが、もうそろそろお時間になりましたので最後にですね、見ていらっしゃる方に、小沢さんからメッセージをお願いいたします。はい、この映画ホゾカムはあの監視する夫と監視される妻の話なんですけど、最終的にこう監視カメラというものを通して妻を見続けた結果、この夫は一体どんな答えにたどり着くのかっていうのを皆様も劇場で一緒に目撃していただけると嬉しいです。またこう人を信じるとか疑うとか誰の心にもあるものだと思うので、あのその見つめ方っていうのも人それぞれ自分とこう照らし合わせながら考えていただけるとありがたいなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。はい、最後にですね、監督からもあのもう一つあの小沢さんへのメッセージがあるんですけども、はい、全国上映最後まで頑張りましょうという、メッセージが、小沢さんに宛てで来ておりますので、はい、はいはい、ありがとうございます。本当にもう、はい、企画の段階からずっと一緒に走ってますので、はい、本当に最後まであの一人一人のお客様に映画を届けるまで一緒に走り抜きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はいはい、ということで今日はですね、映画ホゾカムの小沢真由さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということで、はい、まずは小澤真由さん、はい、ヒロインを担当されてプロデューサーも担当された小澤真由さんのインタビューだったんですけども、はい、そうなんですよね、まあ、すごいですよね、あの全部裏側喋ってくれて、ね、正直なものすごく正直にいろいろと喋っていただいたんで本当にあの 裏側がよく分かったなっていう感じなんですけどね、はい、あのそうなんですよ、ちょっとねだからね、あの面白い構造してるんですよ、要はその奥さんがなんか浮気してんちゃうなっていう疑惑があって、奥さん嘘つくから、じゃあ家の中監視だろうって、だんだん監視カメラが増えていくのよ。あ、ここも見ない。そう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 、最初はリビングだけやったのが、あの今度玄関にもつけたりとかね、ゆうばーって増えていくね。でこうでそれをあの仕事中とか見たりとかしてるね。でそれってさ面白いのね、監視してるわけよ旦那が、うんうん、だから旦那が監視してる奥さんが映ってるわけ、はい、うん、で奥さんを監視してる旦那が映ってるわけ、そして俺たちはその旦那を監視してるわけ、うん、あ、なるほどね、だ結構面白いなんか覗きの構造みたいになってて、うん、だんだんそのなんか旦那さんとこう秘密を共有していってるような感覚になってる、うん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 、なんかそういう面白さがその仕掛けとしてもすでにあって、うん、であのまさに小澤さんが言ってた、あのすんごいしんどい演技は全然ない、うんうん、ないんだけど、あの人がそこにいるっていうことが、うん、その存在感がないと成立しないのよ、うん、だから面白い構造してんなっていう、はい、まあ、あと来週はあの今度は監督の方も、うん、インタビューになるんですけど、これはねもう両方見ていただくしかこの作品の謎を解き明かす鍵はないと思ってるんですけど、まあまずは小澤さんの話を聞いた段階でどんなもんかというところをですね、判断していただきたいと思います。はい、ではこのプレゼン、ありかなしか判定。小澤さん正直でよかったね。いやいや、あの俺もなんか回す時に指痛ないんかなと思って指痛がってたから、今日は大丈夫やなと、はい、あれだったんですけど、はい、そうなんですよね、まあ、あの小澤さん本当に正直にめっちゃ裏側を喋っていただいたんで、あのすごいあの楽しいというか、僕はそういう話聞くのが大好きなんであれなんですけどね、観客の皆さんにはどう響くのかなっていうのはあるんですけど、はい、どうなんかこの話だけ聞いて、なんか話ストーリー面白いですね、うん、でも実際されたらすごい嫌だなって思う。もちろん ね自分が ねされる立場やったら ね、うん、何してんの気持ち悪いって思うよね、うん、なるよね、うんうん、監視する、まあどうなるな、まあ、そういうふうに思う気持ちも分かるけど、うんうんうん、でも実際やろうとは思わないし、そうやね、そう、携帯をね、相手の誰かの携帯を見るとかもしないじゃないですか、うん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 、でも見る人おるでしょ、これね、する人せえへん人分かれるのよ、ね、ここがポイントやね、うんうん、なんかでもそんな感じかな、うん、でこれをね、じゃあなんでこんなストーリー作ったのっていう話が来週の監督の話になるので、それは絶対見ないの、はい、ということで、はい、来週もぜひ、ご覧いただきたいなと思います、はい、ということで、今日は映画保存館のプロデューサーでヒロイン役を担当されました小澤真由さんのインタビューでした。ありがとうございました。はい、それでは次、あゆみ。はい、はい、情報です。今ね上演中のさなぎの猫です。はい、はい、野村裕二監督のさなぎの猫11日まで上演しておりますので、ぜひぜひあと3日間か、はい、今日入れてないですよね、今日3日間になるので、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、監督も来られて、うん、はい、撮影監督もね来られたりするので、はいはい、他の方もねちょっと決まっ今の段階ではちょっとわかんないんですけど、他の方も出演者も来られてる、イベントになりますので、はい、ぜひお越しください。はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となっております。本日は13時、16時、19時の上演になりますので、はい、あと日曜日11日の月曜日だけが19時30分、はい、はい、となっておりますので、お越しくださいませ。お待ちしております。はい、そして、12月13日から17日でこちら、
颯監督のファーストミッションの上映になります、うん、はい、アクション映画になりますので、うん、ぜひぜひ皆さんは年末にスカッと見てもらいたいなと思います、ね、よろしくお願いします、はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となっております。はい、お貸しください、はい、かっこいいです。そまた楽しい、はい、そうです、わらけるし、わらけるし、はい、よろしくお願いします、はい。そして12月20日から25日、うん、クリスマスまでですね、はい、はい、西北ショパンです、竹本義乃監督ですね、はい、西北ショパンの上映になります。料金が1500円プラスワンオーダーとなっております。こちらもアクション、アクションじゃない、アフタートークアクショントークアクショントークアクショントークございますのでぜひぜひ、はい、皆さんアフタートークですかね、アフタートークです、はい、ご挨拶ございますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください、はい、クリスマスなんか特別なことがあるかもしれないですよね、ねね、はい、もうここに行き上がったらよかったですね。そうなんです、あ、引っ越よって言ってたんですけど、うん、でも鍵盤ないので、さすがにね、ここにピアノ持ち込んだらその分座られへんからね、いろいろありますから、あー、キーボードね、はい、ピアニカとかもね、それは、それは大変やつに続いて、はい、香りに行きましょうか、はい、でもね、楽しい舞台、あの舞台アフタートークになりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、そして、はい、年始、はい、年明けですね、1月になりまして、1月5、6、7、8とカバーをします、うん、はい、今までね、1年間の定期上映という形で、はい、第2、第4をやってきたんですが、うん、まとめてっていうのはしてないなっていうのがあって、それと1月から来年からマンスリー上映になりますので、はい、それに先駆けまして、うん、年始一発目はカバで、はい、の上映にしようかなと思っていますので、ぜひ、え、何日、何日、何日、1月5、6、7、8、成人式の月曜日までですね、はい、の上映になりますので、はい、ぜひぜひお越しください。まだちょっと詳しいお時間とか、うん、あの、まあ、多分監督さんも来られての相談もございますので、はいはい、その内容に関してはまたホームページの方をご覧ください、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして1月の10日が、ライフワークオブアキラ・キロサワの上映になります、うん、はい、ドキュメンタリーですね、はいはいはい、こちらね、1月の第2週目の水曜日ですね、はいはいはい、で何ヶ月間、まあ半年間のマンスリー上映になります。はい、はい、第2水曜日、第2水曜日はライフワークオブアキラ・キロサワを楽しんでいる、上映になりますので、ドラゴン映画祭とかね、はい、カムラが来ていただいて、はい、かなり喋らせていただきます、ね、そうですね、非常に楽しい方です。はい、監督は多分この時は来れないとは思いますが、呼、うんうんうん、んで、あの、リモートにする、リモートにするってもうちょっとノリノリで、はい、めちゃめちゃ可愛らしい監督さんですよね。はい、そうですね、もしかしたらラフォーバスで来てもらえるかヤッコーバスで来たら足つるからな、足痛いから、うん、どっちかのね、はい、かもしれません。またあの決まり次第、はい、します。はい、そして1月の12、13、14、15で、うん、マルキーリ・マルキトシ沖縄戦の図、全14部の上映になります。ましたね、これね、私待望の作品です、はいはい、ぜひ全部お見ていただきたい、はい、はい、こちら、料金の方が1500円プラス、はい、ワンオーダーとなっております、うんうん、はい、うん、もうこれね、本当に見てほしいです、うん、あの我々日本人があの終戦の時に、まあまあ僕らはもちろん出ないですよ、生まれてないですよ、だけどその日本人としてね、終戦の時に一体何があったのか、沖縄で一体どういうことが行われるのかっていうことの一端、もうこれほんの一端でしかないですから、それをやっぱりね、あのこういう形ででもドキュメンタリーという形でもした方がいいと思いますので、ぜひ見てください。はい、はい、1月20日が、うん、音楽ライブこちらでございます。ラクザライブ、はいはいはい、こちらもね、ドラゴン映画祭にね、ラクザ盛り上げてくれました、ね、はい、はい、ねえ、なんか入られんかったけど、俺でも出てきた人の大満足で、ね、みんな大満足で、はい、出てこられてて、はい、はい、ぜひぜひマテリアルでも味わえますので、うん、お越しくださいませ、はい、この時はね、コスプレをしてライブになりますので、はいはいはい、もちろん出演者2人、山ちゃん、ともちゃんはコスプレしてます、はい、そしてお客さんもコスプレできるようにレンタルで貸し出ししますので、
セーラー服ですかね、セーラー服と学生服、はい、こちらね、カバの衣装を使用してになるので、はい、そうですよ、カバの人はもう衣装、あの衣装が切れます。え、トモロの時のやつではなく、はい、じゃなくてカバの、カバの時の衣装になります。ぜひぜひ見てください、はい、ご興味ある方、ご予約お願いいたします。だいぶ埋まっているので、もしかしたらそんな埋まってんの、はい、埋まってしまって、はい、またご連絡お問い合わせください。はい、お願いいたします。はい、はい、以上です。はい、はいはい、じゃあ行きますよ、はい、今日のグッショーイ。今日はじゃじゃじゃ石北ショパンです。ストーリー、リンコとケンタロウは小さい頃からの幼なじみであり、その独特の風貌から、だるま先生と呼ばれる高校音楽教師のピアノの門下生、ケンタロウのピアノの腕は門下生の中でも常に一番で、作曲もこなす天才肌だ。ケンタロウの大きな手が奏でるラフマニノフは素晴らしく、テクニックは誰にも負けない実力を持っていた。対してリンコはピアノは大好きだが不器用でコツコツと努力するタイプ。彼女はショパンに憧れていた。だが阪神淡路大震災、そして特殊性ヒストリアというピアニストとしての道を閉ざされる少ない大きな試練が2人を襲う。葛藤し苦労しながらも2人は魂に響く音を追い求めているというストーリーになっております。はいはい、で阪神淡路大震災ではね、コロッとね人生が変わってしまうというお話になっています。だからまずこのほら、うん、西北っていうところがね、うん、あのこの関西の人にはまあ馴染みというか、はい、西の宮北口とか ね、あの阪急の駅があるんですけど、うん、まあ、その辺周辺のことを西北っていうんですね、はいはい、でだからその西北のあたりでこういうお話が展開しているという、舞台が西北という話です、はい、魂に響く音、なんかかっこいいな、これね、あの今回は字幕付きです、うん、おお、はい、出た、はい、そうですね、日本語字幕、はいはいはい、で見たら、うん、何でしたっけ、ショパンの、うん、ラフマニノフ、うん、はい、の2種類あって、うん、そこも全部出るから、おお、分かりやすいらしいです。うんうん、ラフマニノフ、うん、とショパン、この曲はショパン、分かりやすい、すごい評判がいいというか、で字幕でやる、字幕ショパンとラフマニノフ、だからあの耳が聞こえない人が見るこの字幕版なので、うん、あの今の音楽流れてますよ、うん、曲ですっていうのがあって、あ、そういうことか、はい、っていうので、ただ普通のこの字幕だけじゃなく、うん、状況の説明もしてる字幕になるので、うん、はい、この間はどうですか、あの、ね、ドラゴンいませんね、ヒゲの校長っていう、はい、手話を、ね、手話ね、はい、あの進めたという先生のお話なんですけど、うん、それも字幕がずっと続けて、うん、音楽が出てきたら、あのオープンマークですね、今音楽流れてますよ、はい、状況の、はい、そっちのバージョンで、なるほど、はい、上映します、ね、はい、ぜひぜひ皆様、はい、楽しんでください、うん、クリスマスもね、上映があるので、ね、まあまあ一応これ、はい、ラブストーリーもちょっと入ってるというか、はい、そうです、はい、うん、あの基本的にはその2人の間の物語というか、はい、はい、その辺も含めて考えると、まあ、ちょうどね、そうなんです、クリスマスもね、いいんじゃないかと、アクションじゃない、アウターゾーン、アクションはない、あんたね、これ見すぎ今ここでファーストミッションのもうチラシが目の前にあって、もう見てアクション言うて、まあもうなんかもうパブロフの犬かでもアクション並みのこのピアノのね、うん、メロディーがね、 あるので、ね、はい、鍵盤アクション、はい、すごい魂に響く音がどんどん伝わってきますので、ぜひぜひ皆様お越しください。はい、12月ピアノの12月20日水曜日から25日月曜日の時間になります、お日にちになります。時間の方はね、ホームページでご覧ください。はい、いたします、はい、はい、じゃあ、はい、ということで今日の
グッドボーイでした。はい、ということで、エンディングでございますけれども、はい、そうなんですよ。もうあのオープニングで言ったように、あの我々ドラゴン映画祭終わったばっかりで、はい、もう本当にねクタクタでございますあの割と3日間だったんだけど、3日間なんかね、あのすごかった、いろんな意味で、あのもう本当に、まあ、たくさん来ていただけたの、もう本当にすごくありがたくて、でいろんな、ね、方から楽しかったよとかってね、あの声はいただいてはいるんですけども、あのなんせあのお片付けやらな、ね、あの一頭狩りしたもんですから、そうマテリアルをね全部持っていったんですよ。ったのよこれが大変やってんな、ね、でしかも持って帰ってきてまた積み込んで積み上げて、でさらにこの形にするっていうのがまた大変だよね、はい、だけど楽しかったんで、ね、良かったなと思ってます。はい、ということで、ちょっと来週ぐらいまでは多分クタクタになってると思いますけどと思うんですけど、また元気にね、またいろいろ頑張っていきたいと思いますので、皆さん、来週からもよろしくお願いします。ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。